はい、ドクターゴローです。今回はアメリカです。簡単に歴史を振り返りましょう。1776年に独立制限によりアメリカ合衆国が誕生しましたと。で、その200年後の1976年、200年記念ということで、パリテイスティングっていうワインの品評会が行われました。世界中のワインが集められて、どうせフランスが勝つだろうって下馬評があったんですけど、ナパが勝っちゃった。カリフォルニアのナパワインが赤1、白1、総なめしちゃったっていう大事件が起こりました。これパリスの審判って言いますね。はい、1976覚えましょう。アメリカワインも1級になる年。1976、1級になる。いいですね。覚えましょう。はい、じゃあどんなワインが1位だったか、これも一緒に覚えちゃいましょう。赤1位、スタグスリープワインセラー、カベルネ・ソーヴィニョン、1973年。白1位、シャトー・モンテレーナ、シャルドネ。どっちもカリフォルニア州ナパワインです。語呂があります。アメリカのスターはリップをちゃんと持ってるな。アメリカのハリウッドスターは男でもちゃんとリップで唇を湿らせてるっていう、ちゃんと持ってるな。そういう感じの語呂ですね。スターはリップで、スタグリップです。ちゃんと持ってるなで、ちゃんとでシャルドネ。持ってるなでモンテレナ。まあちゃんと持ってるなでシャトーモンテレナでもいいかもしれないけど、結構簡単に覚えられますよね。パリテイスティングの2年後、ワインがすごく脚光を浴びて、ワイン雑誌というのが刊行されました。ロバート・パーカーってすごい有名な人ですね。なんかワインの味をすごく逐一記憶して点数化して、ワインを100点満点でスコアリングしている人ですね。パーカーポイントとか言って、なんかよく宣伝文句にありますよね。その人の刊行したワイン雑誌がワインアドボケイトっていう名前です。最後残念な歴史。1983年にナーパで新種のフィロキセラが出現しちゃったそうです。はい、なんとも悔しいですね。1983年だけど、1984年悔しいとして覚えてもいいんじゃないでしょうか。フィロキセラのせいで代議変えるのを余儀なくされたそうです。では、アメリカもいっぱい有名な地名があるので、頑張って覚えていきましょう。まずカリフォルニアから行きましょう。カリフォルニア、アメリカ合衆国の西海岸。こんな形していて、有名なのはロサンゼルスとかありますよね。あとは、ノースコーストエリアにナパとかソノマとか、サンフランシスコはこの入江のこの辺り。ナパはこの入江の中の入り組んだところにあります。まずナパワレーの AVA を覚えました。AVA っていうのは、フランスでいう AOC、アメリカンビティカルチャルエリアって意味です。米国政府認定ブドウ栽培地域。国に認められたブドウ栽培地域ということで。ビティってこれブドウって感じですからね。ナパいっぱいありますけど、でも、簡単ですよ。ほんと。これ覚えるだけって、ほんと頭使えませんからね。たまに一国家試験むずいとか言う人いますけど、あれ覚えるだけだから。ナパバレーいっぱいあります。カリストがダイヤモンドスペンセンティアダコドを組み入れるときになると。はい。ハウエルマウント、ジャイズバレー、スタルスリー、なんかプラスピック、フームズマウント、ワイドホースバレー。たくさんありますけど、めっちゃいい語呂あります。はい。完璧です。アパリゾートの奥ビル。スタグフレーションでダイヤモンドや金を下ろす。ナパでアパにかけてます。アパは奥ビルいっぱい持ってます。だからスタグフレーションという経済危機によって金をロスしました。ダイヤモンドもロスしました。で、その時代リストラが多く、ヤングチャイルドやワイルドホースは飢えたと。無理やりですけど、小さい子供とか野に放たれた馬は飢えちゃってる。そんな暗黒な時代、スタグフレーションによって引き起こされた、そういう頃です。整理して覚えましょう。アパでナパです。リゾートで、どこだ？リゾートでラザフォード。はい。オクビルでオークビル。スタグフレーションでスタグスなんとか。はい。ダイヤモンドでダイヤモンドスプリング。金をロスでカーネロス。そのままカウンティにもかぶさってる大事な地名です。カーネロス。リストラが多く、リストラがで多くでオークビルはさっき出たか。これはもういいのか。で、ヤングチャイルドで、ヤング、ヨントとチャイルスバレー、はい、かけてます。ちょっと場所が全然対応してないんで、それはやっぱり後々しっかり覚えるしかないですけど、まず名前を覚えましょう。でワイルドホースで、ワイルドホースバレーはウェルで、ハウエル。まだ全部カバーしてませんので、もう1個の語呂を追加します。スプリングや銭湯が減り、アトピーがムズムズ。これ全く前の語呂と関係ないですけど、温泉とか銭湯がないとアトピーがムズムズしちゃうっていう語呂ですね。はい。スプリング、ここですね。銭湯でセントヘレナ。銭湯が減りでセントヘリ。アトピームズムズで、アトラスピークとクームズビル。バレーかな。ここですね。アトラスピーク、ムズムズ、クームズ。はい。これ全部カバーしました。なんとなくいけそうですよね。アパリゾートの奥ビル、スタグブレーションでダイヤモンドで金を下ろす。リストラが多く、ヤングジャイルドではワイルドホースはウェル。スプリングや銭湯が減り、アトピーがムズムズ。うん。いけますよ。ナパ余裕ですよ。ソノマもいけます。ソノマもナパと同じくらいたくさん AVA があります。早速語呂です。フォードのカーのペダルを踏んでナイトコースをドライブ、エレキロックのベンドジョーキングでそのままクラブのムード満点。フォードカーでナイトドライブしてて、その時にかけてた音楽がエレキロックでベンドチョーキング、チョーキングですよね。ギンギンギンってやるやつの音でかっこよくて、なんかクラブのムードがあるなっていう。車中クラブのようだなみたいな。あとは、フォートロスシービューっていう地名 AVA があります。フォートロスシービュー、ここですね。これは、訳すとロシアの砦っていう意味になります。ロシア。なんでアメリカにロシアって思うんですけど、ここ、ロシア人との交易の地の象徴だったそうです。でもしかしたら、アメリカには、ここからロシア人からワインが伝わったんじゃないかって言われています。じゃあ語呂、一応ここにもかけた語呂がある。ロシアの砦にグリーンベレー。よく見るとこのフォートロスシービューのところにグリーンバレーってあるんですよね。グリーンリバーか。最初の語呂は何にかかってるかって、フォードで、ちょっとすみません、確認しなくて、あ、フォートロスシービューがここに一応かけてるんですね。で、カーでカーネロス。はい。ペダルでペタルマギャップってありますよね。あった。ペタルマギャップ。踏んでで、ファウンテンですね。はい。ちょっと無理やりですけど。ナイトコースで、ナイツでしょ。で、コースもなんかにかかってますよ、これ。はい。ナイトコース、ナイトコース、なんとかコースとですね。確か。はい。そのままコースかな。これだな。これにかけてます。で、ドライブでドライクリークバレーにかけます。エレキロックで、エレキでアレキサンダー。ロックはロックパイル。はい。で、ベンドチョーキング。ちょっとこれ、ややこしいところですけど、ベンドでベネットで、チョーキングでチョークヒルでね。で、そのままで、これそのままって入れる必要ないけど、まあ、一応そのままにかけてます。で、クラブでクローバーテール。ムード満点で、なんだっけ、ムーンマウンテンとかじゃなかったかな。はい。これ、ほぼ全部カバーしてますんで、ぜひ覚えてください。次。ワシントン州は、西海岸のかなり北の方で寒い場所ですね。ワシントン州、拡大するとここですね。下にオレゴンがあって、オレゴンと一部被る地域もあります。コロンビアバレーとか、ワラーラバレーとか、ヤキマバレーも有名ですけど。一応語呂は1箇所しかかけてません。うん。スペースシャトルのジェットサウンド。はい。シアトルって有名ですよね。シャトルにかけて。ピュージェットサウンドって。でよく試験に取られるのは、ここに、なんだっけ、なんとか山脈があって、その西側と東側で、なんかワイン産地が分かれてるっていうこと取られますんで、ピュージェットサウンドは、このなんとか山脈、カスケード山脈だっけの、西側にあるっていうのを覚えてください。では次、オレゴン行きましょう。オレゴンはワシントンの下。はい。拡大するとこんな感じですね。ここいくつか大事な AVA ありますので覚えていきましょこれちょっと見にくいですけど、このウィラメットバレーがここにあって、ここのサブリージョン、小地区が、ここですね。ここに示されています。はい。ちょっと拡大しました。いい語呂があるんで、オレゴン余裕ですよ。はい。ウィラメットバレーがあって、ダンディヒルズ、で、シェーヘイラム、ヤムヒルカールトンディストリクト、ディボンリッジ、マクウィンビル、エウラ・アウミティヒルズ。はい。まずここだけ覚えましょう。ウィラメットバレーと、そのサブリージョン。断捨離前にウォルマート。はい、すごくないですか。断捨離したいんだけど、その前に一回ウォルマート行こうぜって。ウォルマートってアメリカで有名なスーパーマーケットですよね。はい。断捨離するんかいって感じですけど、買いだめしたいんでしょうね。ダンでダンディヒルズ、シでシェヘイラム、ヤでヤムヒルカルトンディストリクト。これよく見ると断捨離の小さいヤじゃなくて、ヤ大きくなってますから。リでリボンリッチ、マでマクミンビル、エでエオラアミティヒルズ。で、ウォルマートでウィラメット。はい、完璧。あとは、まだあるんですよ。まず上から行きましょう。ワシントン州とマダガスカル、コロンビアなんとかとか、ワラワラバレー、語呂が、ロックで転び笑われる。ロック、よく見たらここなんですけど、ここ書いてなかったです。すみません。The Rocks District of Milton Freewater っていう、AVA があるんで、それにロックをかけてます。転びでコロンビア、笑われで笑わらばれ、この3つ覚えましょう。あとは、左下、この辺りです。アンプクアバレー、エルクトンなんとか、レッドヒルダグラスなんとか、ローグバレー、アップルゲートバレー、語呂で覚えましょう。デレック&ドミノス時代のエリック・クラプトンのアンプラグドの曲をアップルでゲット。これ、クラプトン好きな人は、あーってなると思います。はい。エリック・クラプトン、クリームの前、デレック&ドミノスにいましたね。で、こういうバンド名で。で、エリック・クラプトンのギターうまいんで、アンプラグドっていうバージョンの曲、すごく味があっていいです。で、そんなレアな曲がアップルでゲットできたっていうところです。デレック&ドミノスが、無理やりですけど、ダグラスにかけてます。エリック・クラプトンでエルクトン。アンプラグドでアンプクアと、あとローグにかけてます。アンプクアとローグ、アンプラグド。で、アップルでゲットでアップルゲート。以上です。最後、ニューヨーク行きましょう。ニューヨークは東海岸。シャンプリンバレー、アッパーハドソン、ハドソンリバー、カユガレイク、セネガレイク、ピンガレイク、ナイアガラ。あと、エリーレイクみたいな名前の産地があります。語呂です。ニューヨーク中、背中がかゆい。フィンガーでシャンプーをハードにして、アーリーに上がる。なんとなくわかりました。ニューヨークでニューヨークにかけてます。で、背中かゆいんだと。背中かゆい。背中かゆが。で、フィンガーで、シャンプーをハード、シャンプレインでハード、ハドソン。アーリーに上がる、エリート、上がるでナイアガラ。余裕ですわ。ニューヨーク。簡単に覚えられた。以上です。この動画はソムリエワインエキスパート試験に対応する内容を目指していますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、ドクター・ゴローの精神科講義もありますので、興味があればそちらも見てください。それでは次も楽しみにしてください。ありがとうございました。